はい、丸山穂高さんですね。この方ね、頭がよくって、それからね、腹も据わってるなと私は高く評価してるんですけどもね。これ見てください。この回のタイトルは丸山議員明細公開、国会議員ボーナス満額318万、2割、減歳費だけどだけヒャッハーって感じでね、歳費2割削減だけど全然痛くも痒くもないぜ、やったーみたいな感じで、VTuber としてのね放送もしてくださってますけども、たまにこの方がね N 国党に入ってることを忘れますね。なんか自由にやってる、なんか一人政党みたいな感じもします。すごく伸び伸びされてるなと思います。で、多分ねこの人はこんな浮かれやがってこの野郎みたいな、そういうふうな、ね、恨みをぶつけられることも覚悟でやってると思うんですけども、その真意を私はこう思うんですよ。あの丸山穂高さんだけがねこんなね気持ちでお金を受け取ってるわけではなくて、これある意味自分の同僚の先輩議員とかもいますけどもね、衆議院議員とか参議院議員を風刺的に代表して、お前らこんな苦しい時に俺たちはこんなもらってるんだ、だからもっともっと注目しろみたいな感じで、あの自分をこうなんですかね、人柱にしてですね、あの国会という場、それから国会議員というそういうふうな役職のあまりあるねこの待遇に、まあメスを入れてるんだと思うんですよ、自らが。あのね、この給料明細公開とかしてね、すごいですよね。で、他の議員さんは後ろめたいから後悔しないわけですよ。で、こっそりお金受け取って、しまいにはね、買収みたいなこともしてるわけじゃないですか。もうはっきり言ってちょっと話ずれますけども、広島の買収劇ね、本当迷惑至極ですよね。河合克行、河合案里。あんな金ばらまいて、広島がもうこんなこと昔からやってるっていうふうに思われちゃうし、まあ実際やってたんでしょうね、昔からね、こういうこと。でなんか断れなかったとかね言うけど、それを断るのがあなたの仕事でしょ。それを断ってくれると思うから票を投じてる地元のね弱者、一般市民、有権者を何だと思ってるんだということですよ。まあ、いろんな言い訳をしながらね、今回検察が入ったから言ってるけど、そういうのはね捜査が入る前に私は受け取ってしまいましたね。だからこれをね、私恥ずかしいんでもうやめますとかね、やめないけど皆さんは私を許してくれますかみたいなことを、なんか結局ね検察が入ったから仕方なく公爵垂れてるだけに私は見えるんですよね。でそういうふうな隠し事ばかりの大部分の人に比べるとね、こういうふうに赤裸々にやってくれて私はね気持ちいいなと思うんですよ。プラスねやっぱり賢いですよ、この人が言ってることはやってること。まあ目立った活動はないんですけども、この方はねきっと日本の政治界もうど真ん中に礎をねドーンと突き立ててくれると私は思ってますね。その第一歩がこの議員歳費ボーナスどう思うよみんなっていう風な、私たちが知り得るようのないことをね内部から暴露してくれてると、まさにねこういう風な内部暴露、内部告発をするために議員になったんじゃないかと思うぐらいですよね。毎日毎日あれでしょ、 YouTube ライブもやってくださってますしね、なかなか面白いですよ、あの YouTube ライブも。かなり風刺的に国会議員をね滑稽に描いてくれて、自分を人柱のようにしながら、お前らちょっと騙されちゃダメだぜって、こいつらこんな暮らしてんだぜっていうふうに、ある意味私たち国民の知る権利を最も表現してくれる方ではないかなと私は思うんですけどもね。はい、今回は以上です。